ソユーズトマ-5の打ち上げ、ソユーズトマ-5は国際宇宙ステーションへの往来を目的としたソユーズのミッション。コールサインはティンシャン。ソユーズ FG によって打ち上げられた。ISS 第10次長期滞在クルー、国際宇宙ステーション関連で25回目の有人宇宙飛行となった。ソユーズトマ-5は、ソユーズによって2004年10月14日にバイコヌール宇宙基地より打ち上げられた。国際宇宙ステーション第10次長期滞在クルーのサリザン・シャリポフとリロイ・チャオは、第9次長期滞在クルーのゲンナジー・パダルカ、マイケル・フィンクと交代した。第10次長期滞在の打ち上げは、当初予定されていた10月9日から延期された。飛行前のテストで分離ボルトが偶然作動してしまい、損傷の修復に時間がかかったためである。自動接近システムによる接近の速度が速すぎたため、ランデブーは手動で行われた。また、バッテリーの節約のため、ドッキング解除も手動で行われた。193日の宇宙滞在の後、第10次長期滞在のクルーはカザフスタンに着陸した。ありがとうございます。